リはい、ナムナサです。今回はですね、3つだけ紹介していきたいと思います。まず1つ目がですね、すでにツイッター上でかなりネタにされているビアンケとお水バージョンと、2つ目がですね、超高額のセブンスロードメイジ、まあ、とうとう出てきたって感じですね。そして3つ目、最強ジャンプ、9月号、まあ、一応付録あるよということをですね、簡単に3つ紹介していきたいと思います。はい、では一つ目早速行きましょう。ディアンケトなんですけども、これね、OCG やってる人はね、見たことあると思うんですけども、魔法カードで1000ライフ回復するだけ、おばさんカード、かなりね、ネタにされてた感じのカードなんですけども、まあ、今回はモンスターカードで、なおかつ若返って、ラッシュに参戦ということですね。名前もね、逆玉の神ってなってますからね。これ何をイメージしてるかちょっとわかんないですけど、まあバブル世代のね、お姉さんをイメージしてると思うんですよ。だから、ね、天使族とかかと思ったんですけど、なんか水族になってるのは多分これ、お水商売のお水ということで多分水族だとは思うんですけども、はい。8レベ。光はわかりますね。で、アタックが2500って結構高いんですよね。まあで、効果は前の魔法カードの追加効果みたいな感じですけど、まあ1000ライフ回復しますよ。コストは手札1枚捨てますよっていうことなんですけども、2500って普通に強くて、これ、今後、レッドアイズの、まあ、バーンデッキとか流行った時に、まあね、ライフの調整もできるし、なおかつ2500打点も超えることができるというね。まあ、水族の強化というよりは、まあ、このカード単品でって感じで、まだね、サメガロンぐらいしか出てないですからね。あと、爬虫類の水属性ぐらいしか出てないので、はい、まあ、ここら辺はね、まあ、種族とともに、あと、テーマデッキ、女性専用デッキ的な感じも組めたりとかできてきそうなんでね、カードが結構揃ってきたんで。ラッシュデュエルのセブンスアニメの、7話で、このバブリー世代の、ホーリーエルフとかね、カナンとかもね、かなり出てたんで、そこら辺もね、今後は期待しつつ、いけるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、アニメつながりで二つ目、このままいっちゃいたいと思います。セブンスロードメイジということですね。まあ、このカードね、画像だけはね、前々回ぐらいの動画で、公開、投稿してたんですけども、はい、キャンペーン第2弾、今まあ、キャンペーン中だと思うんですけども、ストラック買って、そのバーコードを送ると、プレイマートが手に入ると。そして、魔法ドラゴンを選べて、魔法の方に、まあ、謎のマジシャンが描かれてる、こいつなんぞや、みたいな感じだったんですけども、今回ここで解禁ということですね。なんですけども、効果がまだ解禁されてないっていう感じなんで、まあ、ざっとね、カードだけ説明するので、セブンスロードメイジ、効果モンスター、下級モンスターですね、レベル2、闇属性、魔法使い、攻守800ということでですね、はい。まあ、名前がね、セブンスロードなんで、その強化だとは思うんですけどね、期待していきたいところなんですけども、これね、もしも強いとですね、揃えづらいかなと思うんですよね。なんせね、DVD ね、詳細調べてもらいたいんですけどもね、ざっと画像に載せときますね。はい。値段がね、1万5000を軽く超えてくるんですよね。DVD でも1万7800円プラス税って、ちょっともう2万近くいっちゃうよっていう感じなんですよ。どっちが得点かわからないですね。カードやってる人からしたら。カードが本体なのか、DVD がどっちなのかっていうのがわからなくなるほどのものになっております。はい。なので、効果次第ではっていう感じなんですけども、まあ、再録もあり得るのかなとも少し思います。はい。現状わからないんでね、なおかつこれ初回得点にしかついてこないね、ちょっと読みづらいカードですよね。はい、動き的にな話なんですけども、はい、まあ僕もね、一つだけちょっと予約しつつやっていこうかなとは思っております。あとはもう、高ければ高いけど使うならもう単品買いで行くしかない、やっていこう。はい、ということで続きいきます。はい、ということでですね、最後3つ目いきたいと思います。まあ短くね、終わっちゃうと思うんですけども、最強ジャンプ9月号にまともや遊戯王ラッシュデュエルのカードが付属されてくるという感じで、また付録の紹介なんですけども、まだね、カード自体が公開されてません。なんだけども、なんでここで言ったかというと、8月4日発売なんですよね。はい、一応9月号っていう情報は出回ってるんですけど、8月4日っていう情報はね、なかなか回ってなかったんで、まあ、またね、カードの公開とともに情報流れると思いますが、まあそこら辺もね、しっかり細かくチェックしてもらって、一緒にラッシュデュエル盛り上げていってもらいたいなと思ったんで、一応動画投稿しましたという感じでですね、今回の動画は終わりになります。はい、ではですね、次回の動画なんですけども、新規参戦が決まった
カードたちをですね、ちょっとサンプルをですね、使って、デッキをちょっと回していろいろ試していきたいと思いますんでね、またぜひ、次の動画でお会いしましょう。ということで、この動画が良かったと思う人はいいねボタン、そしてコメント、さらに、チャンネル登録お待ちしておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。バイバーイ。I'm not afraid.